前の方にちょっと割と綺麗ではない資料があるんですけれども、やはり今日も取り扱い注意のマルキー資料ですので、漏れますとうちからというと漏らさないで。すいません、お手伝いしたね。いえいえ、いや最初ね、カラー印刷しようと思ったんですけど、カラー綺麗すぎたんでやめました。こんな綺麗なものは、結構データもらったもんね。ペーパー全部で5枚ペーパーがあるはずですが、こちらの方から上になります。皆さんの方から見て一番右側が上で、あとずっと下に入れてもらえれば完成ということです。そうしたら時間がもったいないので始めたいと思います。はい、じゃあ早速よろしくお願いします。はい、今日はですね、皆さんレジュメにあるように、元の僕の職場ですけれども、トヨタのデザインがですね、どういう格好でその組織的にまたシステム的にデザインを決めていくかという、そのお話をしたいと思います。で、今まではね、僕個人の作品の紹介で、デザインそのものについて、ハードウェアそのものの話を、の開発のお話したんですけども、それはたまたま、前回のロボットにしろ、先々回のバースにしろですね、デザイナー僕一人という、デザイナー僕一人とクライアントがトヨタという関係だから、その組織論だとか、システムをあまり開発にあたってもね、そういういわゆるセオリー的なものはなかったんですけども、ルーティンのトヨタでのデザインの開発っていうのは、会社対個人ってことじゃなくて、会社対職場ですね、デザイン部門のデザイナーたちですね、言ってみればね、グループで開発するわけです。
で、したがって、まあ、こういう言い方は変なんですけども、その会社の中におけるいわゆるクリエイターというか作家っていう人は、まあ、国によってあのポジション随分違うんですけどね。例えばイタリアだとか、まあ、ヨーロッパの車のデザインですと、まあ、カロッツェリアといって、まあ、昔の馬車ですね、まあ、ヨーロッパは馬車の時代はなかったんですけども、車の元っていうのは、まあ、馬車の後ろ半分ですね。で、馬がエンジンがあって、で、後ろのキャビンが車体になったということなんですけども、その馬車屋さんがずっと代々こう車のデザインに関わってきたわけです。したがってその企業がデザイナーを使ってデザインを進めていくっていう中に、その企業対馬車屋というね、そういう関係があって、ですからそのカロッツェリアという、まあ、ボディメーカーのデザイナーの力も結構強くて、うん、しかも、まあ、今でもジュジュアルとかね、ランディーニとか有名な、まあ、個人名画で有名なミニファリアとかデザイナーがいますよね。で、そういうケースと、まあ、アメリカを典型とする、まあ、GM4 ですけども、大企業の中で組織的に大々的にデザインを進めていく。そうすると組織的っていうことはつまり個人名があんまり出ないんですね。まあ、これが、まあ、後々いろいろ話題にはなると思うんですけども、その大企業で、まあ、昨今あの発明とか特許で問題がありますよね。集団で開発したにもかかいわゆる発明発見というのは集団ではなかなか起こり得ないケース、大体一人ないしはごく少数の人の発想で革新的なアイデアが出てくるんですね。まあ、そういうことで企業内で の, その革新的なアイデアというのは、まあ、発光ダイオードですね、あの LED なんかでもそうだったけども、個人の人が発明するんだけど、会社側としてはなんか個人を認めないんですね。まあ、そういう関係がどうしてもあるんですけども、まあ、そういう意味であのトヨタ自動車も例に漏れず、まあ、日本の大企業というのは大体開発システムや管理システムはアメリカの企業から勉強したことが多いんですね。まあ、品質管理を含めてね。まあ、アメリカの影響が非常に強いんで、その、まあ、心情的には別だけども、そのシステム的組織的にはアメリカの考え方を取り入れて進めています。まあ、したがって集団で分担制度ですよね。そういうことで、開発を進めています。そうしますと、まあ、何が起きるかというと、特にクリエイティブな仕事の場合は、そのさっき言ったように集団でデザインを開発していくんだけども、その集団でデザイン開発する場合に、そのまあ、いろいろややこしい問題が起きてくるわけ。誰がアイデアを出したか、まあ、そういうことによってボーナスは変わってこざるを得ないわけだよね。だけどあのそれが、まあ、ヨーロッパほどはっきりしてないもんだから、その誰がオリジナルのアイデアを開発して、でその誰がサポートして、誰が集団でグループでやったかって、まあ、それははっきりしてるんですけども、その評価がなかなかね、集団でやった場合っていうのは均等割りになったりするんだよね。そうするとクリエイティブなデザイナーの人はなかなかその満足できない、そういうメンバー。まあ、したがって、まあ、トヨタのデザインでも才能のある人は結構やめていっちゃって、っていうか、まあ、今あのヘッドハンティングがありますんでね、あの他のメーカーに引き受けたりしてますけど、この前もある友達から聞いたけども、あるトヨタの車を開発した人に聞いたんだけども、 BMW がトヨタのウィッシュって車ありますよね、ワンボックスね、ウィッシュって車、あれ あのデザインがいいと。で、 BMW のデザイン部長のクリス・バングルっていう人がね、チームごと取りたいんだけどダメかって取りたいって来たらしいんですよね。まあ、そういうことで、あの非常にダイナミックな動きはある一面、その開発については、その大企業であるのゆえに、こう個人個人の目から見れば全体像が見えにくいと言いますかね。それから、決めるにあたって、まあ、企業ってのは大体欲張りですから、間違いなく欲張りだから、決められた時間に一番安く一番いいものを作ってくれって言ってくるわけだよね。
で時間も最近はもう決められた時間じゃなくて、なんとか短い時間でやってくれと。でなんとか少人数、なんとか短い時間で、一番いいやつやってくれと。そうするとそのデザインの良し悪しを、その この車、例えばクラウンは今度はこのデザインでいきますという決めるのにものすごく大変なんです。小さい企業であれば社長が一言これでいけって言えば済むんだけど、トヨタぐらいになると社長というのも独断ができないんですね。俺はこれが好きだっつっても販売部門やサービス部門ですとか製造部門、いろんな部門の長が責任者がいて、いやこれはコストが高くなる、これはサービス性が悪いです、これは、例えば、なんだろうな、故障が多くなりますとかね、まあ、そういういろんな専門分野に分かれて評価するんですよね。そうするとデザインの評価もひっくるめて評価そのものがもう集団評価なんで、でそれがいいか悪いかは別としても、まあ、少なくとも言えることは、その集団で評価すると、まあ、例えばこの中今50名ぐらいいらっしゃるから、そのうち35名ぐらいの人が、まあ、これでいいかって我慢できれば、まあ、それで商売しようかというようになるんですね。ところがものすごく癖のある商品だとか特徴のある商品だと、皆さんのうち10人ぐらいがいいって言う、で20人ぐらいが嫌いだ、だけど10人がいいって言えばいいじゃないかっていう、そういうものもあり得るわけだけども、まあそうすると損は覚悟の上でやらなきゃいけないからね。そうすると損を覚悟でやるっていう企業はまたこれないわけですよね。したがってトヨタのデザインは最近というか昔から言われてるけど、顔がないとかね、特徴がないって言われてるんだけども、じゃあ車は昔はね貴族の乗り物だったから、その頃はその貴族の要望注文にね応じて、まあなファッションと同じですね、一品生産でいいよみたいなね。でもそうはいかないなんて、やっぱり売れなきゃ困る、まあ、そういうことですね。決め方、デザインの進め方、それから決め方、プロセスもう試行錯誤しながら時代に合わせて少しずつ少しずつ変化してたんですね。で、まあ、それもどうやってんの、他の会社はどうやってんだろうって、つい一昨年も韓国のね、ヒュンダイモーターのデザイン部長が来て、デザインセンター来ましてね、僕はトヨタって知ってるもんだから、今からトヨタ行くんで、うちはその前にうちの会社に来ましたって、何を聞きたいかって、要するにデザイン、絵を描くとか、ね、技術的な問題は、まあ、学校でも教えられるし、まあ、大体いろんな情報で、ある程度世界的に共通なもんだからね、分かるんだけど、デザインをどうやって決めるかっていうことを知りたい、そっちの方が難しいというね。でヒュンダイの場合はまだ企業が若いもんだから、でもデザイン部長はもう副社長なんですね。そうすると、ね、彼一人にその決める権限が与えられてるんですよ。要するにデザイン部長がこれがいいって言えば、それでヒュンダイモーターとしてはいける。だからそれが俺は怖いって言われてね、それが怖い、売れなかったらどうしよう。だからそのそういうそのリスクを、まあ、取らないっていうと変ですけどね、安心して売れる車のデザインを決めるにはどうしたらいいかっていう、その、システムは多分トヨタが知ってるだろうということでね、でトヨタに行って話を聞いてきて、まあ、うまく聞いてきたかどうか分かんないんだけど、まあ、そういうことでいかにその最大公約数というか嫌われないデザインにするか、なおかつ新しく見せるか、それから個性的に見せるだけね、そこが非常に難しいの。まあ企業が大きいから製品のラインナップ多い、大きいですね、大きい車、ちっちゃい車、それから高級車からそうじゃない車、それから乗用車から 4W とかね、 SUV とかいろんな種類がこう網の部分に今商品がラインナップされてるから、どれかで失敗してもどれかで成功するという方法に今シフトしてます、トヨタはね。だから今70車種ぐらいあるんですね、世界中各国市を入れると100車種ぐらいになるんですけど、その中でまあ例えば日本でいうとね、マーケットを刺激するために新車をどんどん出していく、そうすることによって売れる車と売れない車が出てくるんだけど、それを覚悟の上で進めてますというのは、いいデザインをするために考えあぐねてもやっぱり勝機を逸するわけですね。
それをがボン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 新しいものを安い場合に出した方がいいというケースもというかそちらの方が今多いんですね。あのテレビの番組と一緒で週刊誌と一緒でねボン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 あの号を新しくする記事は古くてもいいわけよ。だ皆さん週刊誌なんか読んでたらそうでしょ。なんか毎回同じようなこと書いてる。だから日付が新しきゃどうしてもそれ新しいを読んじゃいますね。であのデザイン業界にもあの車の業界にもその世界的な言葉があってイエスタデイズニュースペーパーって言葉があってね、まあ、昨日の新聞っていうのはもう今日になってね見る気ないでしょみたいなね、まあ、よっぽどその字が好きな人とかね読書あの読むことが好きな人はその最大漏らさず聞きたいっていう人はねあの知識が欲しいっていう人は新聞貯めといて全部読むっていう人もいらっしゃるけど大体普通の人は昨日の新聞っていうのは目通した後はね二度と読まない。後で読もうと思っても次の日になったら大体読まないんだよね。やっぱりイエスタデイズニュースペーパーってこともあって要するにデザインはこのデザインはイエスタデイズニュースペーパーだなって言われるんですね。どっかで見たことがある、まあ、そういうふうな言葉があるぐらいで要するに新しく新しい方がいいというねそういう感覚もあるわけですね。でその元を作ったのはあのアメリカなんですね。要するにアメリカは今でこそだいぶ苦労してますけどもとにかく一番あの1960年代70年代の前世時代っていうのはもう消費の世界の最大の今でも消費は多いんですけどもそのとにかく買い替えを促進する。だデザインもそのいいデザインをするっていうよりは買い替えを促進するためにデザインを変えるというポリシーでずっとやってきたんですね。したがってそのエンジンや足回りは変えないでボディのスタイルだけを変えてで新車と言ったんですね。でそのやり方が日本に入ってきてで日本もしばらくずっとそれで来たんですね。まあもっとも日本はだいぶアメリカよりも自動車工業の歴史が新しいからその分エンジンやなんかでもねどんどん新しくしなきゃいけなかったんで、まあ、ボディを変えると同時にエンジン変えるってことは普通だったんですけども、まあ、アメリカの場合はエンジン足回り変えないで、まあ、10年ぐらいね変えないでボディだけ3年4年ごとに変えていくというふうな方法をやってたんですね。でそれがだんだんアメリカの消費者に嫌われてきて格好だけじゃないかというようになってきてね。で輸入車に思考が触れてったんですね。ですから今日本の車が売れてるのは、まあ、もちろんデザインだけじゃなくてサイズとかねまあ、経済性とかが品質で売れてるんだけども、まあ、そういうアメリカ自体の車 の, その作り方に対する批判というのが増えてたんですね、まあ、それで、まあ、意識の高いアメリカ人はアメリカ車を買わない自分の国の車を買わないというふうになってきちゃったんですね。まあそういう一般論はありますけどもさてそれじゃあトヨタはその最近どういうプロセスとシステムで従って話すのは後でグラフが出てきた時に見てもらえばいいんですけどね。まずはあの今のトヨタのデザインのネットワークが世界中にありまして、まあ、日本はもちろんですけどもアメリカ大陸に1つとそれからヨーロッパ大陸に1つそれから日本に2つデザインのスタジオがあります。で現地現物という言葉がありますけれども、デザインをアメリカで売るデザインは、ちょっと待ってね、アメリカで売るデザインはアメリカのマーケットでデザインする。それからヨーロッパで売るデザインはヨーロッパで開発する。
いうふうなことで、あの地域に密着した開発をして、その現地のユーザーに受け入れられるね、ものづくりをしようということで、あれこれスプーン透過したの、まあいいです。あの真ん中の2つがですね、真ん中の一番上が東京にあるデザインスタジオです。それから真ん中の下が豊田市にあるデザインスタジオと、で一番下の小さいビルは最近移りましたけども、境に移ったんですけども、あのテクノアートという、まあ、トヨタの本社のデザインのまたサブデザイン機構があります。それから右の黄色の丸がカリフォルニアにありますキャルティデザインといいまして、アメリカのアメリカ向けの車のデザインを開発する。それから左のトヨタヨーロッパデザインデベロップメント、まあ、ED スクエアって言うんですけど、これはフランス の, あのニースっていうあのバカンスの間違いですね、そのメーガーサイトというかね、そのニースのすぐそばに開発センターです。まあ、こういうところでデザイナーが行き来して、まあ、もちろん現地採用の現地のデザイナーと日本人とがこう行き来してデザイン開発をしています。でこれは豊田市のデザインセンターです。東京のデザイン研究所、これはあの昔はあの都心にあったんですけどね、あのデザインスタジオっていうのは模型を作らなきゃいけない、で粘土を使って模型を作って塗装するんですね。そうすると都心にあの事務所があると塗装ができなくなっちゃった、消防法で。それで今は八王子に疎開しまして、疎開って言ってるんですけど、八王子にあります。八王子の山の中にあります。で、それでも東京デザインスタジオって呼んで、で、東京勤務だって喜んでいくと八王子勤務になっちゃって、みんなブーブー言ってますけど。まあ、ただ設備はいいのでね、あの環境もいいし、まあこういうところで、いわゆるレジデントデザインの。でアメリカ、ヨーロッパ、東京でそれぞれ40人ずつぐらいのスタッフがいて、で、研究開発とそれからその土地土地に合ったデザインを研究しています。これがキャルティデザイン、カリフォルニアのデザインスタジオですね。これはヨーロッパのデザインスタジオです。テクノアートリサーチといいまして、これはあの、まあ、トヨタの本体のあふれたというかキャパが足りないので、なんていうかな、サポート体ですね、もう一つ別動体というのを作って、でとにかくデザインに対するアイデアの提供というのはたくさんあまりある、短期間にたくさんのアイデアをバッと集中してそれを選択して、集中と選択ですね、それで決めてボン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 進めていく。でその進め方ももう大企業だから、そのなんていうかな、まあ、そうだな、オリンピックの講師みたいなもんですね。遅れても後ろがつっかえっていうね、そういう感じだから、もうボン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 整然とやっていかないと、1週間でも日程が遅れると後工程って言うんですけど、後ろの工程の例えば、まあ、デザインが遅れると設計が遅れる、設計が遅れると生産準備が遅れる、生産準備が遅れると出荷が遅れるということで、デザインで1週間遅れると最後1ヶ月ぐらい遅れちゃうんですね、どん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 。そうすると後ろからもう突き上げくらいで、大体だから前工程の人が文句言われるんですね、デザインのせいで遅れたっていうふうに言われる。だからデザインのせいで遅れたっていうのはデザインに文句つけるから遅れるんじゃないかって言ってるんだけども、でもやっぱり文句言われるっていうのは、まあ、評価が満足できないっていうね、そういうことで、まあ、いずれにしろそのより多くのアイデアを検討して短期間に決めるというために、まあ、こういうサブスタジオを作る。それからデザインは広報も非常に大事なんですね。よく車買いに行った時にセールスマンと話してもデザインの話ってセールスマンはなかなかできないですね。まあ、そういうことでデザイン広報というのをやろうと、お台場にメガウェブスタジオって作って、うん、
で新車が出た時にそのデザイナーとそのユーザーとのこうトークショーをやったんですね。そういうことをやっております。新型車デザイナーストークですね。こういうことをやって一般のユーザーの前でどういう思いでデザインをしていったかってことをね話してるんですね。まあこれも、まあ、全体的なユーザーの数から言えばね、そう大きな影響はないと思うんですけども、マスコミに載ったりなんかすると、まあ、広がっちゃうんですよね。まあそういうことで一つのラウドスピーカーとしてこういうことを使っております。それから同じお台場にラボラトリー作って、ここでは市場調査ですね、データ集めですね、まあ、そんなことをやっております。でいよいよそのデザインの組織ですけれども、一番下からいきますと、さっき見ましたそのこのグリーン、右左半分のグリーンの部分が日本を含めた先行開発、まあ、先行開発って書いてあるんですけど、共作って書いてあるんですけど、その、コンペですね、本社、三河にある本社ではルーティンで、固定した組織がその、まあ、右半分の下のブルーですけども繊維開発されてます。でそこは、レクサスデザイン部、第1、第2トヨタデザイン部、それからデザイン開発室と、4つ基本的にありまして、それと海外と国内のグリーンの部分ですねの開発部門がいつも切磋琢磨して、で、まあ、プロジェクトごとにコンペやってるんですね。だけどレクサスデザインの仕事に対して第一トヨタデザイン部が仕事をする、共作するってことはあんまりないんですね。まあ、そこはもうそれやってると本当に時間がなくなっちゃうので、例えばだからレクサスを開発するときにはレクサスデザイン部が東京デザイン部、キャルティ、EV スクエア、テクノラトリサーチにアイデアを出すわけですね。でレクサスデザイン部の部内のデザイナーと海外、国内海外のトヨタ以外、三河以外のデザイン事務所と競争して、でアイデアを持ち寄って、で検討していく。でその全部で8つのデザインスタジオがあるんですけども、それを統括しているのが、まあ、デザイン統括部、まあ、マネジメントと、それからグ右のグローバルデザイン企画室、まあ、企画室っていうのは、まあ、デザインの戦略ですね、世界戦略を考えている。で、まあ、マネジメントの方は、まあ、リソース管理ですけども、デザイン戦略の方はその、まあ、文字通り戦略ですね。アメリカでどういう車がこれから必要か、ヨーロッパでどういう車が必要か、それからそのプライオリティ付けですね、それをやっていく。まあ、そのデザイン部も単独でやるんじゃなくて、もちろん海外部、それから国内営業部と海外営業部とかありますから、そういうところのスタッフと一緒になって、戦略を考えていくんですね。で、その全体を統括するのが技術部門の副社長が、技術全体を統括 しながらそのデザインも一部として見ていく、まあ、こういう組織で、開発を仕組みしております。したがって非常に複雑多岐にわたるんですけども、まあ、こういう中でそのどうやって決めていくかっていうのはね、またこれは本当に大変な仕事なんだと思うんですけども、まあ、その前に開発のプロセスについてしたいと思います。デザインの業務というのは、これは車に限らずですね、まあ、電気製品だろうが、まあ、ほとんどの ID プロダクト製品の開発のプロセスは、このコンセプトの一番左から右へ行きます。もうこれで世界共通ですね。で、まあ、世界共通だけども唯一共通じゃないのはコピーってやつね。コピーする場合はデータ化っていうか計測器があればできちゃうんですね。だからその本当に何て言うかな、良心がなくて売りたいってだけだったらもうコピーするしかないんだけど、日本でも昔言われたんですよね。ある
今でいう M 電気工業の松下幸之助さんだったかな、だからこれからデザインだって昭和20年代にねアメリカへ視察行かれて、でこれがデザインだけどもっていうけども、そのやっぱアメリカの電気化製品が非常に進んでたんですね。どうしてもその影響を受ける、デザイナーがやっぱり影響を受けるわけですね。で、まあ、コピーに近いものが出てきたりするわけで、それでそれについて日本でも随分コピーが問題になったんですけども、まあ、ある見方をすればコピーされるからいいじゃないかっていう人もいるんですよね。だからしてもされる方が嬉しいはずだろうとかね、昔はそういう見方をする人いたんだけど、今はもうそういうことは日本では少なくもないんだけども、でもまだまだあの途上国ではコピーはどんどんやってますね。したがってそのコンセプト、コピーの場合はコンセプトやアイデアの展開っていうのはいらないもんだから、あの、まあ、例外的にねプロセスを違うんですけど、普通はまあこういうプロセスでデザインを開発する。で、まあ、その下に注意書が出てますが、デザイン戦略、研究開発、先行開発、繊維開発、まあ、あのこれ言葉の定義をねちょっと説明しますけども、まあ、デザイン戦略っていうのは、まあ、ブランドイメージ、それからラインナップっていうのは車種をどう構成するかですね。で車種をどう構成するかっていうのはユーザーにとっては関係ない、まあ、今あの一軒でも何でも車をお持ちだから、まあ、その一軒あたり車何どういう車をこう買おうかってね、まあ、それに近いんだけども、それをまあメーカーとしてどういう車種を品揃えをするかということですね、まあ、そういうこととか、まあ、スタイル戦略とともにカラー戦略、車の色っていうのはこれはまた面白くて、地域によって全然好みが違うんですね。大阪行くとタクシー真っ黒っていうのはよくご存知だと思います。近鉄タクシーは真っ黒ですよね。東京では真っ黒のタクシーってほとんどないですね。それからなんていうの、ストリート観察というか街中でよく観察しろって言われるんですけども、いろんなこう国行ったり日本の国内でも街々行くとその街によって色が違いますよね。ファッションが違う、まあ、そういうことで車の色っていうのはデザイナーが勝手に決めても決して売れない場合が出てきたんですね。まあ、そういうことでカラー戦略というのはとても大事なものです。まあ、そういうことを考えるのがデザイン戦略部門ですね。だから研究開発部門というのは、まあ、文字通りですけれども、まあ、新しい形の研究、それから、HMI って書いてあるんですけども、Human Machine Interface かな、Human Machine Interface ですね。要するに機械と人間工学ですね。そういった部分の研究、それがさっきの街中の観測というのは底辺観測ですけども、まあ、最近ある自動車雑誌でもやってますよね。青山で何時から何時まで見てたらこの車が多かったとかね、そういうの写真入りで出てますけども、そういうユーザーがどういうユーザーがどの地域に住んでるかいうこと、それからどの町にはどういう車が多いかということですね。そういうことをまあそういうことは暇がないとできないもんですから、暇な時にやれって言ってもなかなかできないんで、その研究開発する名前を借りてブラ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 街中にね出てって、で、まあ、そういうデザイナーに勉強する時間を与える、まあ、そういう名目ですね。それから先行開発ってありますけども、これは文字通り先走って開発するということで、新しいコンセプトの提案、それから、まあ、そういうものをモーターショーに出してみて、でお客さんの反応を見るということですね。まあ、そういう、まあ、将来、まあ、どういう車が、まあ、人気が出るだろうかなということを事前にそれとなく調査を目的に超過という名目で出すわけですね。そうすると人だかりが多いほどやっぱりそこに注目されるということで、新作コンセプトを考える、まあそういう部署ですね。まあ、あとは文字通り繊維開発でいわゆるラインの仕事ですけども、クラウンやカローラを開発、まあ、そういう部門に分かれております。
ちょっとチャートが複雑になってこれ説明する方もねだんだんこんがらがってくるんですけども、デザインのプロセスですね。先ほど言いましたデザインコンセプトを立てて、一番右と最終のその審査そのプロセスごとにですねデザイナーが勝手に仕事を進めていくんじゃなくて間にこう検討会とか審査会っていうのを設けてでデザインが独走しないように、まあ、独走しないっていうとね言い方が変なんですけどやっぱり専門家の集団っていうのはどうしてもこう儀式的になっちゃうんですね。極部的に見ちゃう。でこうじゃあマーケットがどうだ、さっき言ったようにね市場がどうだ、戦略的に見てどうだ、マーケットがどうだっていう見方をしながらこのアイデアを開発していくってなかなか難しいんです。デザイナーは特に思いが強ければ強いほどねこれだって思い込んじゃうんだよね。思い込んじゃうと、まあ、それが成功する場合もあるんですけども、まあ、それをその行き過ぎないようにこうステップごとに検討からやっていって客観評価をしていくわけですね。 ですからその検討会にはデザイナーの上司が検討する場合もあるし、その企画審査っていうのは審査から向こうは会社の役員が見るわけですね。で、さっき言いましたように、一社開発するにあたって、まあ、協作っていうのをやりまして、でその ABCD 各部門や拠点からアイデアを募ってで、その検討会ごとにそのアイデアを絞っていくんですね。でこれも客観的にアイデアを絞っていく、その客観的に絞ったらどういうやり方をするかというとパネル評価というのがあるんですね。例えばクラウンを開発する場合にクラウンのユーザーに近いであろうという社内の社員の方を100名ぐらい呼んでくるわけです。でその方にモデルを見てもらってで7点法で評価するスコアつけてもらうんですね。これはあなた将来このクラウンとしてどうですか、7点表で、まあ、7点っていうのは真ん中の平均点が真ん中に来ないんですけどね、7点にしたんですけど、それで評価して、でそのデータをベースにしてそのデザイナーの主張とデータをベースにして役員にプレゼンテーションをしていくわけね。そういうやり方で客観性をなるだけ取り入れるというふうな方向でやっております。でこれがそのデザインの決定のプロセスですけども、左から順番ですね、まあ、時間の流れは左から右へ行くわけですけども、大きくはデザインを担当している部署の評価とそれからデザインを担当してないけども審査をする役員の委員会というのがあります。で当然ですけども左半分のデザイン担当している部分の評価ってのはどうしても甘くなるんですね。自分たちのやってる仕事だからどうしても甘くなります。まあ、したがってそのデザイン評価委員会というのがあって、その評価委員会はデザイン部門の中のマネジメントがで構成されているんですね。したがってクラウンの検討会の時にカローラの課長さん、カローラのチーフデザイナー、そういう人たちがその評価委員会に含まれている。まあそういうことで社内でも直接利害のない人たちに評価してもらっている。まあそういう進め方で客観評価をながらトップに見せるという進め方をしています。で最終的には右の下にあるそのフルサイズ化一案と書いてありますけども、フルサイズのクレーをね大体3台ぐらい作るんですね。 ABC ぐらい作って、まあ、2つだとね2社択一なんか難しいけど3つ作ればどれかに決められるんですね。で一方その3台作ると時間とコストがかかるんで、まあ、なんとか最近はコンピューター使って画像でね映像でデザインを見てもらって、でフルサイズのモデルは一覧にしようという方向で進めます。でそれを役員会にかけて
で最終審査は企画審査、中間審査、最終審査ってあります。企画審査はジョンクラスですね、会社のね、技術部門のジョンクラスになる。で中間審査になりますと、まあ、専務クラスが出てくる。で最終審査はトヨタ翔一郎さん以下トップが全員来ますね。でしたがって民営移行の、ね、初めて見る人ばっかりなんですね。要するに提案されたものに対してね、馴染みがないからね、それだけやっぱり鋭いですね。もうこれかなんて言われてね、これ君たちいいと思うのかなんて言われてね、なんて、まあなんか本当にね、全問答みたいになっちゃうけども、これで売れるんかねなんて言われてそうするとみんなこのプロセス経てやってるもんだからあたふたするんですけど、ね、まあでも大体そうですね、若者向けの車のデザインなんかの場合はトップはほとんど口挟まないですね。分かんないから。だから BB なんかのデザインというかね、奥田さんがご覧になって、これは若い人がいいのかな、まあ、それいいだろうっていうふうなことでね、分かりましたけども、一方センチュリーとかレクサス、セレショーとかね、クラウンになるとトップの人うるさいですね、自分たちが乗る車だから細かいところまで、もうマークの位置までね注文つけますね。まあそういうのいろいろ車種によっても違うけども、まあ引きこもごもこの中でも大勢のデザイナーや関係者が本当にバトルですね、いつもね。最近はもう車種も多いもんですから、1ヶ月に最終審査っていうのが2回も3回もあるんですね。しかしそれをやらないと、まあ一つそれで大勢の人が関わることによって一ついいことはその、まあ、責任体制が取れてるっていうんですかね、知らない間にデザイン決まっちゃったっていうことがないわけですね。だから生産に移った車は名誉会長以下全員が、知ってると、しかも承認したという格好でデザインは進む。ですから今度売れなかった場合にデザイナーが文句言われないんですね。まあ、そういう意味では大変ありがたいシステムだなとは思いますけれども、まあ、これは両面ありますね。その分デザイナーが不満なケースもあるわけですね。自分のデザインがこれだけスクリーニングやっていくとね、だん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 修正されていっちゃうんですね、どうしてもね。とんがったデザインがなかなか通りにくくなっちゃうという面もありますけど、まあしかし最近は車種が70車種以上あるし、さっき言ったようにある程度こうマーケティングを兼ねて市場を開拓する車と市場を守る車と、まあ、極端に言えば2種類あるわけですね。市場を開拓する車の場合は、まあ、失敗も認めるということで動いてますので、まあ結構デザイナーも苦しいけども楽しい仕事は楽しんでるというふうに思いますよね。でここでそのプラドっていう車ありますけど、ランドクルーザーのねちょっとちっこい車なんですけど、プラドっていう車の開発の実際 の, 事例を写真で見てるんです。でこれプラドはですね、ヨーロッパのデザイナーがこれ共作して決まったんですけども、ヨーロッパのデザイナーの案が通りまして、でその彼の提案で、ヨーロッパの提案で通って、で日本で開発造形を開発するし、ヨーロッパのデザイナーも日本に来てそれとして一緒に開発したんですね。で、そのまず最初にですね、こういうものを書くんです。これはそのランスというデザイナーが、まあ、これ全員が書くわけですね。例えばランドクルーザープラドの場合、外見のデザインチームはまあ5人から10人ぐらいいるわけですね。でそれぞれが自分のアイデアに対して自分はこういう考え方でこういう車をデザインしたいということを、まあ、コンセプトシートというんですけど、こういうものを上にトップ、まあ、自分のボスにプレゼンするわけです。それから商品企画や、セールスの部門にプレゼンテーションするわけですね。でこういう考え方でこういうデザインをします。
というための、まあ、これが非常にあのトヨタでは重要視されています。要するにもう闇雲に絵を描くんじゃなくてユーザーを考えたか、それからターゲットを考えたか、ライバル車種を考えたか、でどういう仮説を立てたかということをデザイナーが各自にこういう格好で問いかけるわけですね。で、ある覚悟を持ってデザインをさせる、まあ、そういうプロセスを今やっています。で、そのコンセプトシートをベースにしてさまざまなスケッチを描く。で、最近はもうコンピューターがもう発達してますんで、こういうスケッチを描いてからいきなりもう 3D のねデータを作っていくこともできるんですけれども、まあ、基本的にはこういう小さなスケッチをたくさん描いて、でその中から自分でアイデアを選んで、でそれをまたグループで寄せ合って、でこのチームで今度はチームとの競争になったんですね。そういうプロセスで進んでいます。まあこれはそのプラドのオリジナルのスケッチですけども、ね、これはどこの自動車会社も今ほとんど同じプロセスでやってます。でこれはそのデザイン その考え方ですね。造形のテーマ、まあ、造形のテーマっていうとね、デザイナー以外の方に難しく聞こえるかもしれませんけども、まあ、形がどういう立体をね構成されているかっていうことを、まあ、彼はこう示すクランピング、まあ、両サイドからグッと挟み込むようなね、フェンダー、グリーンの部分のねフェンダーがこうボンネットのエンジン部分をグッと挟み込むような、そういう造形にしたいというふうなことをスケッチで説明しているわけです。これはフロントグリルのスケッチですね。で、まあ、絵はね随分オーバーに描いてあるんですけども、ある程度オーバーに描いてそのテーマ性って言いますかね、まあ、音楽もそうだけども、まあ、テーマってのは言いますよね。作曲でもね、まあ、料理でもそうですけども、そのテーマ性をはっきりさせるために少しスケッチは強調して描いてあるんです。でこれをさっきモデルは粘土で作るって言いましたけども、これはねヨーロッパで、1回目のモデルはヨーロッパで作ったんですね。これはイタリアのデザイン事務所のモデラーを借りて作ったんですけども、この場合はねボディはね樹脂ですね、発泡樹脂で作ったんです。発泡スチロールのもっと細かいやつですから、ヤスリでこう削れるようなね、その発泡材を作ってモデルを作って、偽装部品も、偽装部品というかヘッドランプとか、ね、グリルとかそういう細かい部品も発泡樹脂を使って造形してました。まあ、こういう格好でさっきのスケッチを 3D 化して、でその 3D 化したものを、まずは画像で検討しましたね。で、まあ、自信のある場合はいきなりそれをポンとこう1分の1に作っちゃう。で1分の1作って、間違いがあればというか、おかしいところがあれば、かっこ悪いところがあれば、またこうプラスチックを貼ってまた削っていくわけですね。まあ、この段階が一番やっぱり楽しいですね、ものを作っていく場合のね、まあ、要するに新しいものが生まれていくっていうプロセスですね。でこれさっきのスケッチとできたモデル、まあ、基本的には絵の感じをその造形に立体にこう表現するといいますかね、そういうプロセスですね。でこれが出来上がったモデルです。パッと見た感じは本物と分かんないですね。つまりタイヤはちゃんとゴムでできてるし、ガラスのプラスチックなんだけど、この場合はプラスチックを黒く塗っちゃって中見えないんですけど、まあ、当然中がないんだからね、中見えないようにしてるんですけど、本物そっくりにできます。よく間違えてこれを見て役員がねドア開けようとするんですね。
ガバッとドア引っ張ってドアハンドルがバキッと取れちゃってないんですよね。あれなんです。まあ最近はもうそういうことはなくなりましたけども、本当によく見てます。で、その初期のモデルはヨーロッパで作って、それをまあ2回3回と改良する段階で、オリジナルデザイナーのランス君がトヨタに来て、でトヨタのスタッフと一緒に開発をしてるんですね。まあ、これはそのやっぱり異文化、まあ、ヨーロッパの人にとってみれば日本はやっぱり異文化ですので、日本のスタッフと交流を図りながら仕事だけじゃなくて私生活も含めてね、チームワークを作っていくね、この辺がね、いやいや、まあ、世界共通だと思うんですけれども、これメンバー同士のその交流っていうのかな、そういうことにも気を使って、でやっぱりいいものを作るためには気の頃チームがね、気の頃通じないとやっぱりいいものはできてこないですね。まあ、そういうことで、まあ、家庭ひっくるめていいチームワークを作ろう、チーム編成をしようという、そういう試みを一生懸命やっています。ということをこのハイブリッドカルチャーというトヨタで呼んでるんですけども、まあ、ハイブリッドはプリウスですけども、まあ、要するに違う要素をいろいろこう組み合わせて、で一つの新しい文化を作っていこうということで、まあ、特に自動車という、なんていうんですかね、機能的に見た商品とすれば、全く世界共通なんですね。さっき国によって違ってのは、それは好みが違うだけであって、それから使用環境が違うだけであって、その機能的には自動車の機能っていうのは、まあ一つなんですね。エンジンかけて走ると、で人を運ぶ、物を運ぶっていうね、まあ、そういう意味で、どんどんこうなんていうか、車そのものを蒸留していけば答えは一つになっていくと思うんですけれども、まあ、その目的のためにね、今のところはまあ国が分かれてますけども、その国が違うがゆえにそのカルチャーが違う、そのカルチャーが違うことによってそのデザインの好みが違う、機能性も若干違う。まあ、機能性の違いは道路の交通法規、右ハンドル、左ハンドルね、そういうことも含めてありますけれども、まあ、そういうものはだんだん統一化されていくプロセスだろうと思うんだけども、ね、まあ、我々今のところはハイブリッドカルチャーということで、いろんな国の人たちと一緒に開発していこうという考えで進めております。ですから、まあ、30年40年前はね、日本の会社だから日本人がっていう考え方が非常に強かったんですね。だから今はもう、今のトヨタはおそらくそういう考え方はもちろん残ってはいるんですけれども、トヨタの文化っていうのはもう意識はしてるけども、それを日本人がやらなきゃいけないっていうふうには考えてないと思うんですね。有名な話だと本田宗一郎さんがね、本田の創業者だけども、まあ本田は別に本社は埼玉県になくてもいいんだよということをおっしゃいましたね。アメリカに本社は持ってってもいいんだよ、宇宙でもいいんだよっていうね、おっしゃってましたけども、まあ、企業というのは基本的にはそういう考え方でいいと思うんだよね。まあ、それは非常にある意味非常に冷酷な冷徹な判断だと思うんですね。儲かるところで仕事すればいい、売れるところで仕事すればいいというね。で一方やっぱりその土地土地 の、 その、まあ、文化とか、まあ、カルチャーも同じだけども、そういうものありますよね。その土地の要素が、そういうものを製品化していく、商品化していく、まあ、そういうことも大事なわけで、その辺のこう兼ね合わせとのね、その商品のなんていうか、テクノロジーの度合いによって変わってくるわけですね。テクノロジーの度合いっていうと分かりにくいかもしれないけども、まあ、例えばいわゆるハイテク、宇宙ステーションなんかのデザインの場合は、文化的な好みとかね、そういうものって全く入る余地はないですね。またその必要もないですよね。で、まあ、iPod なんかもそうだけど、ね、そう思うんですけども、iPod、僕最近すごいなと思うんですけども、
地域によって iPod のデザインを考えなきゃ違えなきゃいけないというものじゃないですね。やっぱり機能が高ければ高くなるほど消化されていくわけですね、形や機能もね。まあ、そういう意味でその地域ごとの文化の差から好みの差っていうのがだんだん修練されていくんじゃないかなと、100年、200年、300年してるよねというふうに思うんですが、まあ、今のところはまだ そうも言わない、俺がっていう人もたくさんいるし、自分の国がっていう人も、ね、たくさんいるんで、だからまあ競争と協調という言葉はトヨタは言ってますけども、どうしてもやっぱりこう企業というのは競争になるんですね。したがってその競争になるからには勝たなきゃいけないっていうね、そういう宿命もあるんで、そこはまあ言い難いところなんですけども、競争しながらみんながなんていうかな、気持ちよくなっていければいいなっていうのが一番理想じゃないかなと思うんですけども、まあ、そういうことでそういう方向を目指して今仕事をしています。でここにあのスケッチを見ながらとかね、コンピューターを見ながら、やっぱりその媒体そのものはね、ものを言わないから世界共通なんですね。要するに絵を見て画像を見て、コンピューターの画像を見れば世界共通なんだけど、人間側に入ると言葉が違うからコミュニケーションできないんですね。そこがまた非常に面白いところで、だから例えば右の絵でこうスケッチを見てますね。そうするとね、あ、これがいい、あれが、ここがどう、それから簡単な会話ができるから、そのためにこういうスケッチってとても大切なわけと同時に、やっぱりこう国が違うとその意思疎通っていうのは大事ですよね。で意思疎通の大切さっていうのは、まあ、どうしてもこれがしょうがないんだけど語学になっちゃう。で語学っていうのは学っていう言葉がつくから良くないと僕は思うんだけども、しかも日本語喋ってくれれば一番ありがたいんですけどね、なかなかそうはいかないんで、やっぱり世界で一番普及している言葉を勉強せざるを得ないかなとは思うんですよね。僕が入社した頃はね、僕の上司でも例えばアメリカからトヨタに出張してきたアメリカ人は日本語喋るべきだっていう人がいたんですよね。やっぱり当時の日本じゃないですか、ほとんどの人はそういう考え方ですね。仕事で例えば僕が仕事でアメリカ行く場合は英語を勉強する、フランス行く場合はフランス語を勉強するって、まあ常識的に考えればそうなんだよね。まあそれはそうだから、そういう考え方で言えば日本に仕事に来るアメリカ人が日本語喋れっていうのは当たり前に聞こえるんですけども、なかなかやっぱりその辺の判定は難しいですね。だから最近は英語が世界共通になってますけども、ちょっと話は余談になるけども、なかなか日本人は英語を勉強してるけども英会話しないからね、その辺をまた改善していかなきゃいけないと思うんですけど、まあ、皆さんも英語は勉強されてると思うんだけど、英語と英会話と違うんですよね。英語は学問なんですね。だから英会話は学問じゃないんですね、本当にね。したがって学問だと思うからこう喋るのにこう気遅れしちゃう。学問だと思わなければ、要するに気持ちを伝えるだけだからその平気で喋ればいいんだよね。だからどうしても日本人の場合は受験で英語を勉強してるし、正しくなきゃいけないという気持ちが先に立つもんだから、俺は正しくないなと思ったら喋らないんですね。それが日本人の欠点で、正しい正しくない、その語学的に文法的に正しい正しくないはもちろん大事だけども、それより大事なのは意思を疎通するってことが大事なんだよね。だからそれさえできればどんどん僕はこのようにやっていってほしいと思います。これからグローバルの時代になりますから、本当に語学ができないことによる損失というのは目に見えないぐらい深いですから、ぜひね、皆さんも何語でもいいからこれだけは任しとけっていうね、第二外国語は勉強していってもらうと、まあ、先輩
気持ちとしてはね、そう思います。ぜひちょっと余談になりましたけどね、語学をやってほしいと思います。語学さえできれば、本当に外国人であろうが何であろうが説得できますからね。言葉できないとやっぱり説得できなくなっちゃうね。説得できなくなっちゃうと、イエスで聞かされても、なんていうの、相手の考え方を押し付けられちゃいますから、まあ、そうなっちゃうとやりたいことがやらなくなっちゃう。まあそれだけの話なんだけどね。そのためにやっぱり自分の考えを説得できるだけの努力というのをぜひつけてほしいなと思います。でここにちょっとね、野暮なチャートなんですけど、右側にトヨタデザイナー、まあ、N 数300、まあ、300人デザイナーがいるとして、そのうちの今、まあ、3分の1が海外経験に留学したりとか海外駐在して語学ができる。今目標としては 50% デザイナーの半分 50% は英会話できるようにということで指導をしています。多分今も 50% ぐらい近くまでいってると思うんですよね、片言を入れればね。ただ一人で外国行って仕事ができるというふうなところまで持っていくにはまだまだかかりますね。これは車にはインテリアもありますけども、インテリアデザインも同じようにモデルを作りまして、これ3つありますけども、本社 A 案 B 案エポック案とヨーロッパ案ですね。まあそういうふうにして同じ車種、これは多分ビッツのインテリアですね、の提案です。これはフルサイズの模型ですけども、ね、室内の模型をね、これだけきちっと作って、で、審査にかけます。で、そのモデルを作る、モデル制作課というね、モデル制作の部門がありまして、そこには職人さんが大勢いて、粘土モデルとかこういう木型のモデルを作って、本物とも全く本物とわからないモデルを作ります。これ外側はね、これインテリアのモックアップだから、外側は木でダーッとねベニヤで作って、内装だけきっちり本物を取り作ってますね。で右の下にハンドルとかメーターありますよね、あれ全部模型です。プラスチックで成形してね、模型で木の針が動かないだけで全く本物と同じように見えます。まあ、そういう技術のものがすごいですね。で、これがその最終に決まったビッツのモックアップ。で、こういうモデルを作る、まあ、デザイナーはモデルは基本的には作らないんですけども、そのモデルを作る技術といいますかね、技能といいますか、これはまた日本が、ね、素晴らしくて、モデラーっていう人たちは海外の自動車メーカーでも来てくれって言われるぐらい、ね、腕はしっかりしてますね。イタリアの職人さんも素晴らしいんですけども、なかなか気まぐれが多いんですけど、日本語の職人さんは、まあ、昔は気まぐれの人多かったけど、今は若い職人さんはね、本当に真面目で一生懸命仕事してくれます。からカラーデザインです。これがさっき言いましたようにとても大事で、デザイナーいくらいいって言って決めても売れない色ってのが出ちゃう。だいたいカラーはレストランのメニューの、ね、構成と同じで、だいたい2つの色で8割の利益の8割を占めちゃうというぐらい、例えばここに5色ありますね、上に5色がグリーンからダークブルーまで並んでますけど、この中で、まあ、10色あるとすれば2色で8割の利益を占める。で一番有名なのは白ですね。で今は白、シルバー、
最近は黒ですね、まあ、その3車種で8割ぐらい占めて、ね、まあ、そういう、まあ、統計的にはそういう結果があって、ですから非常にあの売れない色でも、だけど揃えとかないとお客様文句に、他に色はないかって、自分は白って決めてるのに他に色ないかって言ってくるわけですね。まあそういうこともあって、カラーのラインナップっていうのも結構大変な仕事で、ここには女性のカラーデザイナー大勢働いてます。でカラーデザインは室内の色も非常に大事ですね。これシートがね、ずっと並んでますよね。6脚並んでますけど、これ全部一個一個違うんですよね。日本人はね、ブルーに対してものすごく敏感なんですね。欧米人はね、ブラウン系に非常に敏感なんですね。あのサンド系っていうか、ブラウン系に敏感なんですけど、日本人はブルー系にとてもうるさい。ですから、このブルー系でもね、しかもこれ、あの色がちょっと違うのと、肌触りも少しずつ違うんですね、シートの生地もね。で、これぐらいやって、みんなで決めて、これがいいんじゃないかっていうね、やってくる。ところが、モデルチェンジすると、また同じのがいいってなっちゃった時、同じじゃないかって言われるけど、また違うのを選ばないから。そうするとね、また重みになるんですね。これがいいって言ったのに、今度の時はまたこの違うのがいいんだけどね。まあ、なかなかその、いいと決めても、それが5年、10年続けるとまた飽きちゃうというね、そういう難しさもありますけれども、まあ、色はとても慎重に決めています。ボデの色も、こういうふうに下の右の大きな色ですけども、試作者に色を塗って、左側に大勢人がいますね。あれパネラーが採点するわけです。どの色がいいかですね。で、車の外形の、まあ、スタイルももちろんだし、色は特にそうだけど、太陽光で見ないと決して色は本当の色は分かんないんですね。ですから、カタログだとか写真なんかで、内緒はサンプルで色を決めても、お客さん車実物持ってくると、いやこれ俺の決めた色と違うって言うんだよね。ですから必ず屋外で色が見られる、まあ、洋服の生地でもそうですね。屋外で自然光で太陽光で見ないと色はわからないということで、いつも色の検討は屋外でやります。まあそういったことで、デザインの開発のプロセスはね、ちょっとこう短時間で複雑なこうモザイク模様を説明したんで、お分かりにくかったかもしれませんけども、まあ、大雑把に言って今のような格好でデザインは進んでおります。まあ、一番大切なのは繰り返しになりますけども、まあ、そのリスクを取れと言いつつも、大企業はリスク取りたがらないで、デザインをこうスクリーニングしながら決めていきますよということがポイントですね。でそうすることによって、まあ、安全サイドのデザインで、この前の話ではね、リスク取らなきゃダメだって言いましたけども、リスクを取らないって意味じゃなくて、よりいいものにするためにスクリーニングを繰り返しやってデザインを決めていきますということと、そのために世界のあらゆるリソーセスの協力を得て仕事をしていますということに尽きると思いますね。まあ、そういうこと、それを進めるために、まあ、いろんな機構だとか設備だとかリソーセスとか、そういうものを準備というかね、手当てして仕事を進めています。であと少し付随するデザインの関係で付随する仕事ですけれども、モーターショーの会場のね、大きなレイアウトの、実際には広告代理店とかね、まあ、そういうところがやるんですけども、その代理店と一緒に協力して進めます。まあ、あとこれデザインストラテジーっていうのはね、これはまた時間によって時によって変わるんですけども、まあ、ここ数年トヨタは
Vibrant and Clarity ですね。まあ、ワクワクするデザインだな。そういう活気のある爽やかなデザインをやりたい、やりましょうということで、これは社内向けに、社内のデザイナー向けに作ったスローガンであり、同時にこれをユーザーに向けても PR するというふうな方向で、デザインの一つのストラッチ、戦略の一部としてこういう言葉を考えました。ちょうどあのイーストが、初代のイーストが出た頃にこの企画を立てて、バイブラントにクライというデザインポリシーでデザインを進めてきました。まあでもデザインはね、これでいいだろうと思っても売れなかったり、これ多分ダメじゃないかなと思ったら売れたりね、本当に予測がつかないんで、だから予想通りに行った場合はいいんですけども、売れないと思ってた車が売れたりなんかした場合は逆に怒られるんですよね。お前らそれ予測が当たってなかったんじゃないかと、ね、それはやっぱ改めて欲しいというふうに言われたりしますよね。結果良ければというだけじゃなくてね、そういうこと言われたりするんですよ。でそのこれはカルディナですかね。カルディナはトヨタで唯一レガシーと同じサイズですね、スバルのね。レガシーと同じサイズ で絶対レガシーを抜けないんですよ、この車が、カルディナが。で、まあ、乗れば分かるんですよね、レガシーのなんか四駆で、雪道で本当に強いし、技術的に素晴らしい車。で、そのレガシーに生かすために、デザインで勝負しようとしたんですね。ところが、デザインでこれ頑張りすぎちゃって、僕はデザイン悪いと思わないんですけども、ちょっとデザインがこうなんていうの、頑張りすぎてっていうか、ここまでやらなくてもいいじゃないかっていうところがレガシーと比べると分かりますよね、これね。それでね、これだけ頑張ってもこの車売れなかったんですね。これがトヨタのデザインでバイブラントだとか言ってやったんだけども、レガシーを一度も抜けなかったんですね、カルディナをね。でその悔しさが余ってスバルを買収したんじゃないかっていう冗談で言ってんだけど、まあ、それはまあ、そうだと思うんだけども、でもレガシーが欲しいと思ったのは事実ですよね、トヨタはね。そういう部分もあるんですね、内情に言いますと。でやっぱレガシーはデザインで売れた車じゃなくてメカニズムで売れた車なんですね。それをこのカルディナはデザインで勝負かけたもんだから、要するに噛み合わなかったんですね、レガシーをね。要するに競合者だけども噛み合わない、要するに企画コンセプトがずれてるんですね、レガシーのコンセプトと。要するにガチンコ勝負にならなかった、だからレガシーを抜くことはなかったんですね。まあそんな例もありますけど、でこのテールランプのデザインとかね、ビアピアの後ろのね、デザインとかね、結構ね、アバンギャルドにやってて、すげえな、頑張ったな、デザイン頑張ったなと思ったんですけども、四駆のユーザーはこんなことが、その車のね、自分の欲しい車のメインのこれじゃなかったということですね。ここがまた難しいところですね、商品企画がね。ということで、ちょっと今日は時間が早く終わりましたけど、質疑を設けようと思います。ちょっと僕の説明が複雑で多岐にわたったものですから分かりにくかったと思うので、何でもいいですから、質問が今日の話じゃなくてもいいんだけど、一般論でも何でもいいですけど、どうでしょうか。質問がありましたら何でも。いや、もう中にこう見てますと、ダイバーシティオブデザイナー、デザイナーかな、書いてあって、あ、すごいなと思って見てたんですよ。ダイバーシティデザイン。で、やっぱりダイバーシティってのは重要ですよね。ダイバーシティね。もうどなたでも、あ、それでそのダイバーシティを演出するためにやっぱ全然喋らないとダメなんで、頑張ってねという。やっぱり人数、会議
ほら、僕らの大企業に行く会議多いんだけど、会議ってね、20人以上になると誰も喋らなくなるんですよね。だから少人数の方が会議っていうのは活発になる。だからこういう教室で大人数と少数の先生、まあ、いずれにしろ大人数で議論っていうのはなかなかしにくいんだよね。だから、まあ、気持ちは分かりますけど、まあ、そういうことはあんまりね感じないで、中国でも韓国でも台湾でも質問ありませんかって言ったらすぐパッて手があるんだよね。日本の学生はみんな押したからね、もう繰り返しいっていうかね。ちょっと突然に心の準備がないかもしれないですけど、一度振ってみたいと思うんですが、今はですね、皆さん将来偉くなったら英国屋で服を作ってほしいんですけども、この英国屋の中がですね、今切って今日の話をどういうようにご自分のお仕事にぶつけられますか。恐れ入ります。座ったままで恐縮でございます。まあ、私は洋服の販売の仕事なんですけども、まあ、実は車が好きなので、その仕事を選ぶときに、まあ、車のディーラーに行こうかと思って、まあ、親父に相談したら、まあ、あんな大変な営業はないと、保険の営業とともに、だから、まあ、いいお客さんのいるところで商売させてもらって、ね、今の仕事に入ったんですが、まあ、車のデザインなんかね、そのアメリカの車の昔のデザインなんかが好きで、そういう写真集をよく買ったりするんですけども、先ほど確かに中国のお話がございましたけども、日本のかつての車もアメリカの車のデザインが出た何年か後にそれが日本のその新型車として出てるというのは、ああいうのを見るとよくわかりますよね。ですから、まあ、やっぱりそういうのは引っ張られるところが大いにあるんでしょうし、やっぱりその憧れ、かつてそのアメリカの車にその日本の車が似てたというのはアメリカが憧れではあったんですけど、今アメリカの車を真似する日本の車はないですよね。やっぱりデザインというか、まあ、憧れを引っ張っていくようなところがこういうデザインのお仕事なのかなというふうに、私販売の仕事なんでね、そういうデザイン部門の方のお話あんまり聞く機会なかったんですけども、なんていうんですか、その失敗が許されないんでしょうけども、楽しそうなお仕事してみる部署であられたんだなというのが分かりました。まあ、どちらかというと今聞いてキョトンとしてる状態なので何を質問せえというのはね、多分学生さんの方が多分すごいと思うので、そういう質問もまた勉強させてもらいたいなと思ってます。ありがとうございます。どうでしょうか、学生さん、せっかくなのでかっこいい質問をしろとは言いませんので、どなたでも特にね、デザインっていうふうに絞ると質問しにくいと思うんだけど、やっぱ物の開発プロセスだとか開発のシステムとか、そういうものだと多分この教室ってそういうのがそうです、はい、メインでしょ。とそういう観点からすると、まあ、興味あるかどうか分かりませんけども、大勢の人が寄って集まって大きなプロジェクトをやっていく場合のその個人と集団との関わりについてね、これものすごく大切なんですよね。リーダーシップが必要だし、協調性が必要だし、から、クリエイティビティが必要だし、から普遍性が必要だと。でそれをどういうふうな組み合わせでやっていくか、でセニオリティでやっていく、今までセニオリティだったら先輩が偉いと、クリエイティビティが一番楽だったんですけども、そういう時代じゃないんですよね、今ね、これからはね。そういう意味でね、皆さん方これから社会に出ていってグローバル化の中でね、競争化していくことを考えるときっと疑問がいっぱいあると思うんだけどね。ちょっと絶対考えててね、まず社会人の方が聞いてきますの で僕はその基本的に、ね、その商品って前にもちょっと言ったことあるんですけども、知識のその束だと思ってるんですね。でその知識の束をどこまでうまくその調整しながら突っ込んでいくのかっていうのは勝負だと思うんですよ。でさっきね、カルディナの例があったでしょ。でやっぱりそのデザインだけでの知識の束ではダメだったんですよね。だからそこに技術がピタッと合わない限りは絶対に売れない。であらゆる商品全部そうだったよね。
で僕たちがいろんな商品を例えばこういう空調なんかでもこう見ててうるうるとサララが爆発的に売れたのっていうのはもう絶対的にねバチってないと合うものがあったわけだよね。でそういうものをねやっぱり工学部でも僕は設計できなければやっぱり大学院まで来た価値って全然ないと思うね。もうその辺のただの何にも考えられないお兄さんとお姉さんになってしまうと。で俺らみたいな文系の人間からね、俺結構理系の方に近いんだけどもそれでも相当センス良くないとねこういう商売ってやってられないよね。であんたいらないよって言われてしまうんでねとにかく社会人が喋ってる間に考えてありがとうございました。いつもすみません。学生の方学生さんが出やすいように社会人でこんな高速な質問をするのかっていうのを例にあればアドが出やすいと思いますのでちょっと教えていただきたいんですけど初めにコンセプト企画があってで、最終的にデザインに仕上げていくとだけどデザインを進めていくうちに後に戻るというかそのコンセプトまで影響していくようなそのデザインを進めていった時にそういう働きはないんでしょうかっていうことで例えば最近ですとシャツとしてはカローラってついてるのにバンとかなんとかいろんなんで、私ら素人から見るとこれはもうカローラじゃないんじゃないかと思うようなだけどカローラとして7、8種類のグループがあるんですね。でああいうのはそのデザインを推していった時に成り立っていくのかそれとも機能的なことから推していくのかそのあたりはどうなんでしょうか。多分3つぐらいの理由があると思うんですね。それはね作る側の理由と、要するにメーカー側に立った理由それからユーザー側に立った理由、それからあとなんだろうな大きくは2つですかね。で、こういう工業製品ってのは量産すればするほどコストが下がりますよね。かといって最近は多様化と言われてるんでカローラのセダン一車種でね月2万台も売るのは大変なんですよね。でメーカーサイドからすればカローラいつもナンバーワンでありたいという気持ちなわけで、この前カローラの初代のチーフデザイナーのねチーフエンジニアの長谷川監督が亡くなったんですけど92歳でその方はパプリカとかカローラとかね開発されてねで元は飛行機のエンジニアだったんですね。で東大の航空出て卒業してすぐ飛行機会社入って戦争中ですよ。話ちょっと余談になりますけども、で僕はその長谷川さんという方に薫陶を受けたんですけどエンジニアの方 で大学卒業してすぐに立川飛行機というね当時は前のあの飛行機会社なんですね。で三菱中島飛行機はクラスの優秀な人がポンポンと行っちゃって自分は3番目か4番目ぐらいの成績だったから立川飛行機行ってだからそれが幸いして入社してすぐ戦闘機の設計になった。でそれも B-29 ってご存知でしょう。日本の戦闘機に追いつかないというねその B-29 を撃墜するための戦闘機の設計を任された。でそれ試作機ができて飛ばないうちに戦争に負けちゃったっていうね。その戦闘機を設計した長谷川さんという人がカローラを設計したんですね。でその長谷川さんの考えはやっぱり技術は人のためだったよね。でそこにその初代のカローラの出来の良さっていうのかながあって爆発的に売れたわけですね。で初代カローラってフルアシストだったんですね。4段ミッションのフルアシストで昭和40年代の乗用車ってみんなコラムシストなんですね。今のタクシーと一緒だ。であれが新しいって言われてたのに技術的な理由でフロアシストにしたんですね。でフロアシストってのは当時スポーツカーが全部フロアシストだった。で今はもうみんなフロアシストですね。ギアチェンジトルコンもギアチェンジもねフロアシスト。で昭和40年41年の初代のカローラはそのフロアシストの余談のギアミッション
でそれを長谷川さんは頑強にやった。それはどうしたか、単にスポーティーであるということと技術的なそのなんていうかなダイレクト感の良さでドアシフトに腰したんですね。でその時当時の販売の人たちはフロアシフトじゃ売れないって、ところがフロアシフトのカロラが売れて3人を抜いちゃったんですね。抜いちゃったから、まあ、最初から競争してポンとカロラたちで、まあ、そういう一徹なエンジニアの方が作ったカロラが、まあ、トヨタのまあ一つのなんかなアイコンですよね。まあ、それ以降だからね、カロラナンバーワンじゃなきゃいけないという気持ちが強くて、まあ、迷くなくなりましたけども、ちょっとね、フォードは世代1車種で1万5000台も今売れないんですね。当時は1万台売れたんですね、フォードは世代1車種で。今多様化ですから、ヤワゴンがいる、クーペがいる、何がいるとか、いろんな車種、そのバリエーションというやつをこう増やしていって、つまりエンジン足回りは一緒でスタイルがちょっと機能的に違うとかね。でそういうことでカローラなんとかっていう名前にして全部のシリーズをカローラにした。それでカローラ2万台売れましたっていうことにして、でナンバーワンをキープしてるんですね。でそれはメーカー側の、まあ、一つの理由ですね。でもう一つはそのユーザー側の理由、要するに、ね、もうずっとこうセダンセダン乗ってらっしゃる方でも奥さんがいる、子供が出て大きくなってる、もうセダンはお父さんの車だ、自分は新しいスタイルが欲しい、そうなってくるとやっぱりその例えばさっきのレガシーじゃないけどね、若い人は車がいい、そうするといやまあこんなワゴンになってもいいんだなと思って、カローラでこうワゴンっぽくしたりしてね。でそういう風にしてお客様をこう引き止める、お客様のその多様化する好みに商品企画を合わせていくんですね。まあ、そういう面と2つがあってでこうバリエーションが増えていく、そういうことじゃないかと思います。ありがとうございました。どうでしょうか、陰性の方ないか。はい、どうぞ。かっこいい。出会いがある人は、いないでございます。そのデザインのプロセスの間で、一番こう人員を割くというか、そのコストをかける部分っていうのはどこでしょうか。プロセスの中で、はい。あのね、これも2通りあって、ヨーロッパの有名なデザイナーに頼む場合はね、例えば10時間に頼むと1車種1000万とかさ、ボンって本人に払うわけとはサラリーマンでしょ、社内のデザイナーだから、サラリーマンの場合はもう時間で計算するしかない、だから残業時間が何時間になったかによってその要するにコースっていうんだけどね、僕はね、まあ、アワレートだね、時間あたりいくらっていうことで計算するから、各プロセスで、そうだな、まあ、フルサイズの粘土モデルを作るときが一番やっぱり時間がかかりますね。だからその残業の平均、まあ、僕らも60時間行きゃ多かったけど、今はね、残業規制でさ、なかなか使わせてくれないけども、まあ、フルサイズのクレーモデルを作るときが一番時間かかる、つまり開発時間がお金がかかる。一方であのコンピューター揃えなきゃいけないんですね、今ね。コンピューター関係のその費用ももんばかなんですね。まあ、そういう意味でちょっと答え難しいけども、企業は大体全部時間で計算しますから。はい、ありがとうございました。すみません、そういうトマの中にあるあるんだな、マイクも持ってる。シュージャーの方なんかもお使いになってるんですか。うん、シュージャーさんはよくデザイン頼みますよ。うん、ただ向こうからはなかなか言わないですね。うん、トヨタも言わないけど、すごくやっぱ高いんですか。高いですね。その設計者って知ってます。ジュジュアル、イタリアのね、うん、あのね、あの割と有名なのはアクシアっていうあのテープのねケースを作って爆発的に売れるっていう。
ぱ個人のデザイン事務所は、しかも有名なところは高いですね。考えた。少し考えた。隣の人のせっかくそばにあったと、ありがとうございました。はい、前の時とかの講義の時に、まあ、設計とかデザインは本来はエンジニアがやるべきだというふうにおっしゃってられたと思い出したんですけど、実際今のトヨタのデザインのその文章の中で本当にデザインをやってる方っていうのはその芸大デートばっかの人たちが多いのか、それともエンジニアがちゃんとその思われているように入ってちゃんとしたデザインをに関わっているのかっていう、そのデザイン部門の人って実際どういう人たちがデザインをしているのかっていうのを知りたいです。今ね、デザイン部門は基本的にはね、デザイン学校を出た人がほとんどですね、ほとんどそうですね。であとコンピューター使う人の中には専門学校出て、コンピューター専門学校の先生もいるけど、基本的には設計部門は技術系の卒業生で、デザイン部門はデザイン系の卒業生が多いですね。ほとんどそう、99% デザイン系ですね。それは、まあ、今の現場の気持ちというか、まあ、としてはどうやっていくべきとか、やっぱりその本来はエンジニアがいいかな。僕がそうこの前お話したようにね、そのデザインの歴史とかその自動車の歴史を考えるとね、やっぱりそのデザイナーとエンジニアを 分業化したのは、まあ、アメリカで始まって、しかもアメリカいつも始まったのかな、第二次大戦の頃だと思うんですね。エンジニアとデザイナーが分かれていった。それは GM が始めたんですけど、要するにデザイン部門という言葉ができる前にGM がアートクラフト部門というのを作ったんですね。でそれがデザイン部門の始まりなんです。でそのアート&クラフト部門にいわゆる絵を描けるデザイナー、車の絵を描けるデザイナーを採用して、でエンジニアと一緒に仕事をさせたんですね。それが1930年代だと思います。でそれ以降そのデザインとエンジニアリングがこう独立していって分解していって、でそのデザインの専門学校が生まれてね。でまあその以前にドイツあたりでバーハウスっていうね、そのデザインの専門のまあ、アート&デザインの専門の学校ができたんですね。そのバーハウスというのはそのヨーロッパのデザイン活動の、まあ、大元なんだけど、その前にイギリスの産業革命というのがあって、産業革命以降イギリスでその、ね、文芸運動というのが生まれたんですね。でその文芸運動の中でその産業革命で機械化だけが全てではないだろうということで、文芸復興というのが同時進行で始まったんですね。でそれがイギリスの文芸復興運動で、それと相抗してドイツでバーハウスという、それは革命ロシアのあとロシアから流れてきた、流れてきたって言ったら変だな、芸術家が、共産圏の芸術家が第二次大戦の前にドイツのバーハウスというね、デザインの専門学校を作ったんですね。でそのバーハウスというデザインの専門学校があまりにこう急進的であったので、ヒトラーにその学校は潰されたんです。だからそのバーハウスという非常にまあデザイン界で有名なね学校なんですけども、近代デザインの全てはそこから始まったと言われるねデザイン学校なんですけど、20年弱の歴史でヒトラーによって潰されて、でバーハウスの教授陣は全部アメリカに流れたんです。で、いわゆる近代デザインはアメリカで、ヒトラーがバーハウスを潰したおかげでバーハウスのデザイン教授がアメリカへ亡命して、アメリカでデザインを探したんですね。そういう歴史がある。まあそういうことも含めて、そのデザインが工業、技術とこう分化したという、ね。まあ、なんとも、いわく言い難いね、歴史があって。だから、
それが良かったのかどうだったかというのは多分しばらくは結論出ないと思うんですよね。ちょっとだけ最後に一つだけ興味があるのは、はい、その今エンジニアをやってるこういう人たちの中で、デザインを俺はやりたいんだっていうふうに思って入社してくる人はいてるんですかね。あ、いますいます。あ、やっぱりいてるんですか。あ、エンジニアっていうかね、建築家を卒業した人が来ましたね。あ、うん、一人ね。でもエンジニアの人はっていうかね、そのやっぱり自分の専門で生かしたじゃないですか。はい、だから学校でエンジニアリング勉強したらどうしてもやっぱりエンジニアリングに部門に行きますよね。まあ、これは自然だと思います。わかりました。ありがとうございます。どうでしょう、お一人ぐらい。はい。あんまり遅いと、あの先生が入るのが大変なので、あの、質問があったら、入ってください。あ、すみません。簡単なことなんですけど、今回デザ、最近おっしゃられたように、あの車どんどんモデルチェンジが激しくて、トヨタは70種類以上出てるって話だったんですけど、本当に激しいと思うんですが、具体的にトヨタでどれぐらいのプロジェクトが同時に動いてて、で開発のコンセプトから始まって、その実際に、まあ、販売店に出るまではどれぐらいの期間がかかるもので、特にデザインに関してはデザインのコンセプトからそのデザインの完成稿といいますか、それが出るまではどれぐらいの期間がかかるものかっていうのをちょっと知りたいんですが、あの今端的に言いますとね、そのデザインコンセプト始めて、で工場で生産が始まるまで3年、2年半から3年かかるんですね。でそれがフルモデルチェンジってやつで、その間にほらマイナーチェンジってあるんですね。ちょうどフルモデルチェンジする、まあ、半分の時期、だから1年半か2年の間にマイナーチェンジだ。だからその仕事両方ひっくるめると70車種がマイナーチェンジとフルモデルチェンジを、まあ、フルモデルチェンジは大体4年に一遍ですから、で2年一遍のマイナーチェンジ挟んで、並行して進んでるわけです。だからもうしっちゃかめっちゃかに忙しいですね。そんな感じだから、もう人のやりくりが大変みたいですね。その途中途中でそのパネラーの評価とか評価委員の評価をこう、はい、こう経ていくと思うんですが、その中でこの前言ってそれ直したのにまた言われたみたいなことはないんですか。やっぱり一貫してこう直せばこうちゃんとそのデザインに関して素人のこの取締役とかそういう方も見るわけで、専門知識のない人が見ても、あ、直ってたねみたいに、こうあまりこうデザインに関してわからないので、このバッとこう数値でなかなか考えてしまうところがあって、こう直せと言われたとこううまいことを直せるの、まあ、プロだったらそう思うんですが、うん、そういうダブったりとかはないんですか。その時はね、直せって言われた時にさ、いや本当に直す必要があるかどうかはまたやっぱり議論するわけよね。でじゃあどの程度直すかっていうところまで決めて次に行くわけで、だからまあ直しましたって言ったら、うんそうだね、良くなったねって大体言ってくれるんだけど、そうかな、直ったかなって、まあもちろんいろんな計算、ただ大事なのはやっぱりそこでそのデザイン部門がやっぱ主体性を持たなきゃいけないっていうねことがあるんで、あのどれだけ直すか直さないかのその裁量についてはね、やっぱりある程度デザイナーに任せてもらうというふうな部分がありますよね。だから、うん、まあ、必ずそう言われたからって全部直すとそういうふうな状況ではない。すいません、時間の問題でそろそろ終わりたいと思うんですが、これはですね、ちょっと学生さん の, あの教育のために、先ほどあのコンセプトシートっておっしゃってましたよね。 あれって見せていただけるということはできるんですか。うん、これここだけちょっと字がちっちゃくて読めないもんですから、こういうのって何かこのコンセプトシートでも歴史になっちゃってるようなやつで見せていただけるような、ここに写してあげても構わないので、いずれにしても全員こういうコンセプトシートみたいなものは書かないといけないわけですね。だからあの絶対皆さん将来ですね、企画書っていうようになるんで、その企画書の中でこうコンセプトをきちっと抑えきれる能力っているんですよ。で、ね、ドキュメンテーションを書けるかどうか、文章を書けるかどうかっていうのはすごい重要になるんですよ。だから皆さんですね、あのどこまで技術屋として戦いきれるのかっていうのはね、この辺をちゃんと抑えきれるかどうかっていう勝負もあるんですよ。
で僕たちいろんな企業と見回ってますとね、やっぱりドキュメンテーションをちゃんと書けるやつが強いんですよ。これですね。そうです。こいつを大きく何かこうして 見せていただくっていうようなわけにはいきませんか。企業秘密が多すぎます。どうすればいいですか。これあとはこの舞台か、うん、大写しにする。あれ大写しにできるかな、うん、できればちょっとそれを使わせる。データが持たかったので、うん、拡大できると思います。そうですか、わかりました。やってみます。もしダメだったらちょっと何かフロリアスで構わないので、はい、もう歴史の中に消えてしまったようなもので構わないので、ちょっと見せていただきますと。それ探すの大変かもしれない。すいません。で実際ですね、これあの学生さんたちこういうものを作らなきゃいけないっていうのを教えたいというのがあって、まあ、見せるだけでもちょっと話が違うかなと思ってますので、ということでちょっとあの何としても9時ちょい過ぎの電車には乗っていただかないといけないのですいません。じゃあここで終わらせてもらいます。で皆さんはあのこれに書いて、何か出してください。どうもありがとう。悪いんですけれども、2人送っていってもらえませんか。今日ちょっと僕車でちょっと仕事やる。